異形鉄筋は建物の構造用材料の一つで、鋼を圧縁して表面にリブやフシと呼ばれる凹凸の突起を設けた棒状の鋼材である。丸鋼に対して異形のため丸鋼と区別する場合にこう呼ばれる。膀胱のものは異形膀胱、コイル状に巻いた洗剤のものは異形コイル鉄筋とも言う。日本工業規格では鉄筋コンクリート用膀胱として G3112、鉄筋コンクリート用再生防胱として G3117 で規定されている。異形鉄筋は、鉄筋コンクリート構造をはじめとする、鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄骨作りの基礎部分、ブロック構造の補強など、コンクリートやモルタルを用いる建造物や構造物で用いられる。異形鉄筋は、コンクリートやモルタルの付着性を高め、 引き抜き力に抵抗する力を増すために表面に凹凸状のリブを設けている。リブにより鋼材の表面積が増えるため表面が平滑な同じ直径の丸鉱よりも引き抜き力に抵抗する力が強い。引き抜き抵抗力が丸鉱より強く定着長が短くなる定着のための加工が簡素化されるなどの利点が多いため現在では 鉄筋コンクリート構造物等の構造用鉄筋としては異形鉄筋が用いられる。ブロック塀などの軽微な構造物では予備形 10mm 程度の異形鉄筋をブロックの継ぎ目部分に縦に配置した上で数段ごとに水平方向に配置しブロックと鉄筋の隙間にモルタルを充填することで地震などの耐性を持たせる。この時垂直方向に配置する鉄筋を縦筋。 水平方向に配置する鉄筋を横筋と呼ぶ。JISG3112 で定められた強度別の種類の記号と呼び名は以下の通り。鉄筋に刻印された圧縁マークにより、メーカーと規格が表示される。鉄筋を直線上に連続して接合する方法は、通称生し線と呼ぶ直径 1mm 程度の結束線を、 飛び口形状をした器具で結束する重ね継ぎ手、鉄筋の接合断面同士に圧力をかけながら、ガス溶接で加熱溶融しながら接合する圧接法、ネジを用いて接合する機械式継ぎ手などがある。一般に D16 以下の鉄筋は重ね継ぎ手、D19 以上の鉄筋はガス圧接継ぎ手、または機械式継ぎ手が用いられることが多い。 日本国内のメーカーを挙げる。異業鉄筋では大規模な鉄鋼メーカーの生産シェアは低く、大半が中小規模のメーカーによって生産される。高路メーカー、電気炉メーカー、電気炉メーカーの場合、異業鉄筋など、鉱材の主原料は、鉄スクラップである。それらは、電気炉と二次清錬炉で誘拐、精錬されて、陽光とされ、連続鋳造法で、鋼片に鋳造される。 この鋼片を再加熱、圧縁して、異形鉄筋は製造される。製品は、磁器物か、コイル状に巻かれた形で出荷される。磁器物は最大長さ12メートルで、製品としては500ミリメートルごとの長さで出荷される。コールメーカーの場合は、鋳造より、前の工程が異なる。主原料は、鉄鉱石であり。 航路と天路などを用いて精錬作業が行われる。精錬された陽光を鋳造する工程以降は電気炉メーカーと同様である。ありがとうございます。